はい、皆さんこんばんは。どうもどうも、ワドツです。今日はですね、2018年5月の15日21時3分です。よろしくお願いします。よろしく。はい、どうもお疲れ様です。あ、花火為替がやばくてダメだった。残念です。はい、風船ありがとう。わたあめさんいらっしゃい、ちといらっしゃい、ぼさつーさんいらっしゃい、ひろさんいらっしゃい、ゆうさんいらっしゃい、お嬢いらっしゃい。眉毛、あー、ここ、あのね、バリカンのね、短さ間違えてね、切っちゃったんだよね。バレた、ここなくなってんの。バレた、眉毛ね、ここね、バリカンでビッてやったらね、短さ間違えてここなくなっちゃったんだよね。ちょっとなくなっちゃった。まあ生えてくるでしょ。こんばんは。どうも。ぐっすり寝てました。ぐっすり、久々の快眠で絶好調です。今日も楽しく放送できたらなと思ってます。あれ、俺日付言ったっけ。もう一回言おうか。2018年5月の15日21時4分です。よろしく。いい男、ありがとう。いい男かい、男前かい。大丈夫、ありがとう。なんかあれだね、キャスバーが閉店するらしいね。うまくいってそうだったんだけど、聞いた？みんな、キャスバー閉店。なんか店の体制変えるのかね。儲かってなかったんだね。キャスバーが公式にね、あの閉店のアナウンス流してたよ。今月末で終わりだって、キャスバーは。多分ホストクラブかなんかやるんじゃないかな。儲かんなかったんでしょう、多分。誰かがその件で枠開いてた。ほーね。え、あそこね、家賃がねすごく高いんだよ。いくらかな、ね、家賃ね、多分ね 4,50 万かかるはずなの、1ヶ月プラス人件費で。多分4人体制でやってるでしょ。だから150万ぐらいぶっ飛ぶんだよ。だからね、平均客単価がどれくらいだろうな。平均客単が5000円かける、20名は10万円でしょ。かける30日営業日、300万かける 0.3 は、あー、これでも赤字だね。無理だね。1日20名の来店、客単5000人で大赤字。250万、かかるコストが。そんなにかかんないね。そんなにはかかんない。だからちょっと難しいよな、そこは。5000円払ってくれるお客さんがね、1人ね、20人いても回んないからね。香川プロ場所狙ってる。無理無理無理。香川さんじゃ回せない、あの規模は。あのキャパは回せない。無理です。あの個人でやる店とレベルが違うから、あそこは無理よ。まあ難しいね。儲け出なかったんだろうね。全剃りはしない、眉毛は。まあどこもね、難しいよね、商売って。お客さんが金払ってくれないと成り立たないからね。だしほら、あの大手勢よく飲んでるけど、ただじゃん。無理だよあれは。立地はかなりいいよ。問題はね、あんまり俺は関係ないと思ってる。問題が起こってるっていう問題じゃなくて、経営の単価が合ってない、だしね、やっぱりね、生主を売りにするっていうのが難しいよ。あのね、ニコバーはめちゃめちゃうまくいってんの。ニコバーはね、あの動画勢を掴んでて、生主がほとんど通ってないのに満卓だよ、常に。で、すごい儲かってる。だからね、多分ね、ニコバーみたいなことやりたかったんだと思うよ、うまくいってるから。イベントとかもね、すごく人呼んでるし。ちょっとまあ、厳しいわな。
飲み屋はね、コストいかに下げるかっていうのと、あと固定客をどれくらい抱えてるかって問題なのね。難しいよ。つまりプレイヤー、店頭にね立つね、プレイヤーの問題なんだよ。プレイヤーが客持ってないと無理。客つかめないと。インチキさんはねもうとっくに経営から外れてる。話聞いたらね、4人が出資してる。そのうちの1人がインチキ大王さんだったんだって。でインチキ大王さんの名義でやったんだけど、雲隠れっていうよりももうもともと割れてたんだって。いやまずね、立地の問題もあるんだけど、その立地を気にするやり方っていうかね、まずあそこは単価を取らないと無理なの。一番かかるコストっていうのが飲み屋っていうのは土地代なんだよと人件費なのね。だから人件費をあそこはね3人体制で固定で回してなんとかなるかどうかっていう問題だと思うよ。難しい、すごく。だからあそこはね、なんつうの、高級店をや、もともと高級店が並んでるホストクラブとかのビルなの。客単2万取れないときついよ、やっぱり。飲み屋難しいよ。俺も飲み屋やってたからわかる。わあすごい花火、3発ありがとう。すごい、ありがとう。お疲れ様です。ありがとうございます。花火いきなり3発ありがとう。嬉しいです。ありがとうね。サンキュー、ありがたく頂戴します。どんどん目標に近づいてってるね。嬉しい。あそこをねうまく成り立たせるには歌舞伎町のなんかうまいやり方ないとね。歌舞伎町のど真ん中、もう超豪華なところで、もうほんとメインストリート、むしろあそこ50万で借りたいっていう人はたくさんいるはず。めちゃくちゃいるレベル、とんでもなく多いよ。酒飲み泥棒ってわけじゃないよ。酒飲み泥棒じゃないよ。ナンバさんいらっしゃい。違くて、俺は、学生に貸してたの。一日だけ店長やらせて。で、その学生のお客さんが単価を間違えて、飲み放題で出しちゃいけないお酒をガンガン出して、店の酒飲み尽くしたのよ。だから簡単に言うと、仕入れ、まあまあ、売ったら3、40万になる酒を全部飲まれちゃったの。7万円とかで。で、ふざけんなっつって、学生呼び出して客を。で、補填したの。ルールとか改善っていうか、ちゃんとやればあそこは回ると思うよ。あそこは、ちゃんとやれば、俺は回す自信あるね。ああ、でも難しいな。資本力。半年維持する力がないと難しいから、俺じゃ無理か。半年時間もらったら黒にすることはできると思うけどね。だからまあ、もう無理でしょ。店のイメージがついちゃったし、客層も固定化しちゃったから。英断で俺は撤退っていうのはありだと思うね、あそこは。難しいよな。個人の飲み屋だと回るんだよ。なんとか食っていくことはできるんだよ。だから規模がでかすぎる。自営業大変だよ、自営業はすごく大変。儲かったら青天井で儲かるけど、稼ぐっていう概念はもう上に上に行ってどん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 いけるけど、まあ難しいよ、うまくいくまで。だいたいね、起業してね、食っていけるようになるまで3年経つと、もう1人しか食えない。10人で。まあ雇われはリスクないからね。
そこはまあ、リスク取るのか、リスク取って大きく稼ぐのか、能力高いんだったらもうガンガン稼いだ方がいいけど、使われるのがまあ普通に給料安定するからね、大きい企業に使われるっていう手段もありだよね。そこはまあ人によるとしか言いようがない。これか、このツイッターか。はい、こんばんは、キャスバー歌舞伎町。この度5月末をもってキャスバーは1年1ヶ月の営業に幕を閉じることになりました。閉店まで短い期間ですが、ぜひキャスバーを皆様で盛り上げていただきますようお願いいたしますと。営業時間が18時から朝5時までとなる。またレベル50の無料は終了となる。ああ、なるほどね。まあ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 、そうだよね。俺も雇われ全然経験したことあるよ。サラリーマン2回とアルバイト60個ぐらいやってるから、雇われ経験したことあるよ。全然ある。ただ、俺は向いてなかったな、雇われるのは。俺は向いてなかった。もう我が強いから、我が強いし、自分のやりたいことやりたいっていうタイプだから、自営業の方やってよかったと思う。今ハウスクリーニング業は儲かるみたい。ハウスクリーニングか。まあ元手がかからないビジネスっていうのは儲かりやすいよな。まあ何にせよ儲けることは大事だよ。お世話になったから飲み行くの？飲み行く？お世話になったからキャスバーちょっとお金落としに行く？どうする？捨て頃のオフ会とかキャスバーでやりたかったけどな。そうだね、のんちゃんとね。まあ、俺インチキ大王さんに経営してたもらいたかったけどな。インチキさん飲み屋もやってるからね。インチキさんにお世話になったから悲しかったな。ヤマトさんとインチキさんにだいぶお世話になったからね。お店は難しいよな。あ、そうそう、ツイッターに書いたけどね、リーバイス行ったらね、リーバイスまだね入荷してなかったね。俺が欲しいジーパン501来週入るって言ってたよ。渋谷店もあるらしいけど、そこはうまくやってんのかな。え、キャスバー渋谷店もあんの？知らない、聞いたことないな。え、キャスバー渋谷店ってあんの？噂にもなってなくない？いや、聞いたことない俺、渋谷店。本当にあんの？俺も初耳だな。本当にあんのか？やっぱお店を長く続けるっつうのは大変だよな。
ニコバ方式でやればいいっていうよりもね、やっぱね、店ってどういうやり方をするのかっていうブランディングが結構すごい重要なのよ。ブランディングに頼るかプレイヤーに頼るかの2択しかないので、ブランディング、ニコバはうまくやったよね。動画勢を取り込んだから、あそこは流行ってるよ。あそこはうまいことやったよな。カキピー食べていいよ。照り焼きでも梅でも。てか水にゃん最近キャスバーに入り浸ってるけど、何なんだろうね。水にゃんってもともと東京の人なの？なんでこんなキャスバーに入り浸ってんだろう最近。方向変えたのかな。ずっと酒飲んでるよね最近水には。キャスバーっていう名前でニコバーのなんかこう波形を作りたかったっていうのが見え隠れしてるよね。なんか最近電波少年見まくってるよ。電波少年めちゃめちゃ楽しいんだけど、ああいう番組やりたいな。電波少年面白いよね。あ、そうだ、発表があります。ですね、和道 T シャツなんですけど、この前見積もり出してきました。で、作ります。で、名前を載せたいリスナーさんは早めにお問い合わせください。スペシャルサンクスって言って、こうやってリスナーさんの名前をね、こう背中にプリントアウトしますんで、プリントアウトしてほしい人、言ってください。こちらです。まだまだ受け付けてます。条件はね、フォローしてることが条件。ツイッターをフォローして、ツイッター、 YouTube、 ふわっちとかをフォローしていて、で、大きさはね、花火の数によって掲載される数が変わります。電波少年やばいよね、最高だよね。もしね、まだ名前載せてないわって言って、T シャツに名前載せたい人がいたら連絡ください。コメント欄でね、フォローしてる人で名前載せてって書いてくれたら、ここに名前載せるから。今何人だろうね。これ捨て頃の時に発売します。名前何人だろうね、数えてみようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、38、39、40、41、42、43、44、45、46、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、
53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63人ですね、今のところ。63名、背中に集まってます。かなり多いね。サイズはどれくらいだろう。まあ価格は5000円でやろうと思ってるけど。ああそうだよね、電波少年からガキ使う流れだったね。懐かしいわ、最高だったよね。確かにあれに日曜日の深夜やってたんだっけ。そうだそうだ。おいみつけはだつ、そうだわ。でちょっと予算がね、みんなに相談しようと思ってたんだけど、T シャツの生地さ、薄いやつだと少し安くなるんだよ。ヨレヨレっていうかテロテロの T シャツで、 あれをやりたくないから、ちょっとコストを一番高いハイクオリティの T シャツにしました。で黒一色でいきたいと思います。でサイズなんだけどさ、どれくらい何枚制作しようかとか今迷ってて、価格はね、5000円の販売で抑えられることはできるんだけど、要は、半台っていうのがかかって、背面と後ろ一面と前一面は確保したの。ただ、肩に入れるかどうかと、2色を作るかっていうの。色が増えると半台がさらにかかるからコストが上がるの。そうそう、エンディングロールみたいに背中にリスナーさんを背負ってリングインするっていうコンセプトなんだけど、XS はない、申し訳ない。女性は S でいく、ちょっとね、女の人にはダボって着る感じだけど、イベント T シャツだから XS はね、コストがまた上がるんですよ。だから今考えてるのは SML、 SML、いいでしょコンセプト。背中にリスナーさん背負って、でここにのんちゃんのイラストを載せるの。背中には俺の写真も入れるけど、のんちゃんの描いたイラストを全面にプリントします。これだね、まだ描き途中なんだけど、これがここにバンって白でプリントされる。これがで文字が摂取空間って入る。 XL いるかな。ここにこう摂取空間って書いて、表面のデザイン。ただ肩に和道を入れるかどうかで迷ってるんだけど、どう思う？肩にここに和道って入れようと思ってたんだけど、どうしようかなと思って。肩の半台入れるとまた高くなるんだよね。 XL いる？デブばっかりだ、本当に。痩せなさいよ。L そんなに大きくない。俺 M だよこの T シャツ、デザインいいでしょ。肩のここに和道って入れたいんだけど、ここに和道って入れるかどうかですげえ迷ってんだよね。で今決まってるのが、ロハコさんと鮫島さんに、セコンドをお願いしました。僕のセコンドはロハコさんと鮫島さんになりましたね。180以上は XL じゃないときつい。じゃあ XL も入れるか。ちなみにね、何枚、そのどれくらい売れるのかっていうのを知りたいから、買うっていう人、5000円で買いますよっていう人ちょっと教えて。買う人ね、自分のサイズを教えてもらいたい。ロコさんは OK だって。たくみさん買う？たくみさんサイズ何？みーすけ S でいい？ちょっと待って、今メモ取るわ。S 何枚、L 何枚って。ちょっと待って。たくみさんは、たくみさん保留で、みーすけ、わたあめも買ってくれんの？みんなサイズ書いて、サイズ。だいたいどれくらい履けて、どれくらいの、どの枚数がどれくらい必要なのか知りたい。XL がいいのね。わかった。XL が1枚。
M が1枚みーすけは M が2枚、俺が M のサイズだね。みみーすけが M 1,2 誰か3人赤字だよ、買ってくれよ。結構物は良くなりますよ、3枚か。大赤字だな、大赤字だよ。まあいいや、大赤字です。3枚もうふざけんなよマジで。3枚、まあ厳しいな。3枚か。 M ありがとう、ノンラブ。 M が3、 M が一番はけるのかな。配信者じゃないと名前入れてもらう。いや違うよ、リスナーさんの名前を背負うんだよ。リスナーさんの名前を背負う。お前いくらかかると思ってんだよ、原価。原価いくらかかると思ってんだよ、ふざけんじゃねえよ。名前入れてって、俺のことフォローしてる人で名前入れてって言ってくれたら、これ全部リスナーさんの名前じゃん。ミースケとかソソとかノンラブとか。公開サイズ発表、あ買ってくれんの。え、じゃあ嫌よで書いてよ、ロビー嫌よで書いて、嫌よで書いて、うん、名前入れてもらいたい。はいはい、わたあめ OK。 じゃあ今追加するね。よろしく。ダメ。わたあめ。わたあめさん、ありがとう。デザインはこれそのまんま入れないからね。デザインちょっと文字とかこだわるから、こんな感じで雑には入れないから。楽しみにしといて、デザインは。いやよだったら俺にしかわかんないから。うん、20枚はけてプラマイゼロぐらいだね。大丈夫かな、勝負だな。20枚はけてまあまあプラマイゼロぐらい。やっぱコスト下げないとダメだな、うん、でもう一個相談があって、2色の半台をかけると高くなるんだよ。これで M サイズ、これで M サイズ。20は厳しいよ、20は厳しいよ、厳しい厳しい。ギリギリ20はけたら嬉しいなっていう感じ。黒のみ、黒のみ、うん、これは俺のこだわり、黒のみ。あの他の色やだ、あのみんなで同じの着たいから、あのイベント用のやつだから。で相談っていうのが、本当は赤種空権っていう文字を赤で入れたかったの。ロゴを白で入れて赤種空権っていうのを赤で入れたかったんだけど、太郎さん、買ってくれんの？うん。全部赤にするか全部白統一にしようと思ってるんだけど、どう思うっていう。黒字に赤プリントにしようと思ってるか、黒字に白プリントにするか。で今回の、T シャツ、赤種空権っていう、あ、OKOK。赤種空権っていうやつなんだけど、赤っていう字が入ってるから、赤がいいんじゃないかなとか思ってんだよね。うん。赤がいいんじゃないかなと思って。なるほど、結構了解。赤種空権。だから赤どう？黒に赤結構かっこよくない？一応5枚ははけそうか、まあ、しょうがないか、まあ、グッズ赤なんてザラだもんな。まああれだったら自分で着りゃいいもんな。ねえ楽しみだよね。赤いいかもね。バガありがとう。もう一文字だけっていうかね、T
シャツがあるじゃん、こういう無地の。これに版っていうのを作るの、鉄板を作ってそこにインクを塗り込んでプレスするのよ。だからこのプレスする色っていうのは1個のインクでプレスするので、赤と一文字だけ黒をやる場合はこの版をもう1個作んないといけないのよ。だから2色っていうのは版を2回押すことになるの、白でプリントした後に赤とか。だからカラーを1色増やすっていうのはイコール版を増やしていくの。だから値段がどんどん上がっていくので、それで見積もり出してもらったらとんでもない金額になっちゃって、例えば前面の版と後面の版っていうのは作れるわけで、ここにプリントをするのはここの版が必要な、だからここカットするかどうかでも迷ってんの。版が赤だけ赤でプリントしたらコストかかる、何言ってんの人の話聞いてる、全然意味が分かんない。分かった、プレスするのよ、グって。で一応 T シャツの生地はすごく高いやつ選んだ、最高級のやつだから、よれないし首元もダルダルにならない、しっかり厚手の生地、これよりも厚い生地だった、だから持ちはいいと思う。高級感のある高い生地にして、でプリント方法もそのなんつうの、雑なプリントじゃなくてちゃんと作る、その高級感ある、まあ、洗濯しても剥げづらいってやつ、あ、そういうことね、挨拶のつもりね。完成は捨て頃で販売、捨て頃で販売っていうのを考えてるかな。捨て頃で先行販売、うん、現地販売伸びじゃない、捨て頃で終わったら、郵送販売もやる。だから一応捨て頃用に作ろうとは思ってるね今回。バガ、あ、ハートありがとう。半、うん、作業だね、プリントじゃない。だから出来上がりはいい正直。あとはデザインだね。だから一応ね、リスナーさんの名前も載るし一生の思い出になるから、うん、あ、カオス名前入れてよ、カオス名前入れない、あのリスナーさんをの名前を背負うっていうコンセプトやってんだけど、カオスな、あれでしょ、入院してたからこれ知らないでしょ、名前入れたくなかったら嫌な、いいんだけど、背中にリスナーさんの名前を背負うっていうコンセプトの T シャツなの。だから今60人70人ぐらいこうやってあの名前書いてくれてんだけど、で花火の大きさでその文字のサイズが変わる、これが10発花火10発分。あ、ロビーありがとう、花火ありがとう、花火ありがとう。で無料枠はこの大きさ、カオス入ってないよね、金ないってどういうこと、いやだから無料で名前入れられるよ、もし名前入れたい人名前入れてって言って T シャツに名前入れてって、一応フォローしてくれる人で、まあ、捨て頃応援してくれる人で、まあ、その乗っかってくれる人を募集してます、ずっと。現地行けないから郵送できるならよかった、うん、もちろんもちろん。メガホンありがとう。肉8発、いやだからアイテムはいらないっつうの無料で参加でフォローしてくれてる人は名前載せられるって、なんで日本語わかんないのかな。名前入れていいの。おは、うわすごい、大花火2発ありがとう、ありがとうございます。今何発もらったってこと、2発だから4発5発もらったの、ありがとう。28で、2500円だから4000円、ありがとう、アイテムありがとうね。こんばんは、 M サイズ名前入れてほしい、はいはい了解。 M サイズが1人、 M がやっぱ履けるんだな。
S いらない S。 え、のんちゃん S、 のりこが S。 じゃあ S の枚数少なくするか。気持ちの問題。あ、いいよいいよ、ありがとうね。アイテムロビと匿名さんありがとう。大花火2発すげえな、ありがとう。ちょっと待ってね。じゃあカオス入れるよ。地球人クソカスカオスと、ともちゃん、ともっちか、ともっち、2人入れます。地球人クソカスカオス、地球人、あ、サンキュー、地球人クソカス、クソカス、全部カタカナだよね。クソカスカオスと、トモッチ、はい、トモッチさんとクソカスカオスさん入りました、ありがとう、うん、楽しいでしょ。まあまあまあ7枚、まあなんとかなるかな。あ、いいよいいよ、うん、コテハンを入れるっていうコンセプトだから。一応アットマーク以降とかは入れないっていう、あと絵文字も入れないっていうあれでやってる。名前だけ載せたい人はぜひご協力ください。まあなんとかなりそうだな。まあ20枚、俺はプラマイゼロになって赤字にならなきゃいいなと思ってるから。買いたい？サイズは SXL から S まで、で俺の T シャツがだいたい M ぐらいのサイズ。1枚5000円、5000円超えたらまあ楽なんだけど正直リスナーから5000円で売れっていう強い要望があって、で素材をテロってニコ生でね、2000円で T シャツ買ったの、ニコニコ超会議の。一発選択肢アウトになったのよ。もうテロテロの薄い T シャツあるじゃん、たまに。でプリントも全部剥げちゃうみたいな。で俺はそういうのやりたくないの。なんだこれみたいなあるじゃん、グッズで。そういう詐欺みたいなことやりたくないから、ちょっとコストかけるよとは言ってて。2枚買ってくれんの助かるわ。現地で来てね、ノンラブ、ありがとう。2枚買ってくれるとめちゃめちゃ助かるね。小さいサイズはね、 S がマックスだね。 S がマックスで、女の子でも結構かっこいいタイプのデザインだから、こうダボっと着る感じでかっこいいと思うよ、イベントの時みたいな。着て着て、着て着て、どうすっかな。なんとかなるか。まあまあなんとかなりそうだな。まあやってみっか、一応。赤字になってもいいや、これは。のんちゃん、のんちゃん普段シャツ買うときどれくらいのサイズ買うの？ S。 S。 あ、じゃあのんちゃんが S だったから、うん、多分みーすけも S で入ると思うけど。みーたん S、 OK。 じゃあ大体分かってきた。っていうか L が売れないんだな。オッケー、じゃあ M を増やそう。M を増やして、うん、そうしよう。ああ、ダボっと切るのね。いや、ノンラブ、どうなんだろう。X、あ、L だとダボダボになりそう。まあまあ、現地で見てみてよ。物販席で売るから。サイズ広げるから。うん、OK、わかった。で、赤で OK。黒字に赤で OK。 黒字にみんなの名前とかが、あ、背中は白、表は赤とかはいけるな。どうしようか、これこの表面何で入れる、ここにこうやって。赤がかっこよくない、これ。これ赤どう、のりこ。 L が今1枚も売れてないね。これ赤の方がかっこよくない、これ。赤、赤だよね。背中白にする？背中白の表面赤でいく？それとも背中も赤でいく？
これのりこ、のりこデザイン。全面赤の方が俺はかっこいい気がするんだよね。なんかちょっとパンクっぽいっていうか、これ赤で入ってたらかっこいいでしょ。赤だよね。まあ見えにくくはなるけど、白だとまあ目立つね。赤白だとどうだろう。赤なんかその赤種空間っていう文字を白で入れたらダサいかなと思って。赤いいね。全面赤でいくわ。全面を赤、前が赤、背中はみんなの文字は白でいこうか。じゃあ表面が赤で背面が文字は白にしようか。リスナーさんの文字は、うん、後ろが白と、これにしようか。うん、そうします。ろうそくありがとう、ありがとう。物販コーナーあるよ。あ、そっか、来るの初めてなんだ。前回すごかったよ、物販みんなブワーってやってて。物販コーナーあるあるある、全然ある。恥ずかしいよね。ありがとう、大花火ありがとう、クール大花火ありがとう、すごい、ありがとうございます。4発だから4、ありがとうございます。すごい、今日はみんなありがとう。なんかすごい、序盤からこんなにいただいて、アイテムありがとね。うん、オッケー。じゃあこれで発注しちゃうね、デザイン作って。あと横断幕も作ろうと思ってる。横断幕、これはね、前々からね、そろそろ必要だなと思ってたんだけど、垂れ幕、そのボーンってフラッグみたいなのあるじゃん、わかる、バンドマンとか後ろにフラッグ掲げるのわかる、横断幕で和道をぶっぱんってドーンってやろうと思ってて、横断幕張ろうかなと思って。おはようひとらさん。で1回型を取ると2回目からは版をこうなんつうの保存してくれるからって言ってた。1年間は再版可能だって言ってた。要は在庫が切れちゃってまたリスナーさんが欲しいって言っても次の次のっていうのが作れる。ただデザインを変えられないからね。まあでも名前入っちゃうからな、第1弾で終わりだろうな、これは。だからこのリスナーさんの名前が入るバージョンは今回きりだね、今回きりで。全面プリントはなんつうの、全面プリントデザインは今後も販売できる。今回はだから限定品になります。リスナーさんの名前が入ってるのは限定で売ります。名前入れたい、はいはい、ありがとう。 T シャツの件、多分 M でピタピタ系だと思う。そそのだと腕が M でピタピタピッチリ着る感じで、 L だと少し余裕がある感じ、うん、OK。 ミータンありがとうね。ミータンの名前入れようか。この名前が載るのは今回限定だっていうふうに覚えておいて。ミータン、OK、ミータンありがとう。T シャツの件、 T シャツの件。そうそう、確かに腕入らないかもな、重たいかもね。意外だったな。 S いらないか、 S 少し必要か。 M と XL に需要があるんだ。
じゃあ S5 枚 L5 枚 S5 枚 L5 枚 XL と M を10枚ずつぐらいにした方がいいかな、うん、でもなんか良くない？みんなで同じ T シャツ着るっていうの良くない？なんかいいよね。で背中に俺の顔入れるかどうかで迷ってんの。今のデザインだと和道っぽさが全然ないのよ。それも相談しようと思っててね。今はこの前面にドクロが赤で入って、前面にこうドクロが赤で入って赤種空剣ってどっかに入るの。赤種空剣とかかもしれないし、それデザイン見ながら作るね。赤種空剣で背中にリスナーさんの名前入れるんだけど、そこの部分に俺の肩に和道って入れようと思ってたんだけど、どうしようかなと思ってて、リスナーさんの名前ないバージョンは後で購入できます。ネットで再販すればね、再販すれば、要はどういう理屈かっていうと、1枚欲しいですって言われても1枚しか売れないものに数万円かかるんですよ。10万とかかかるんですよ。なんでかっていうと、枚数が少ないとロット数が少ないから高くなるの、原価が。だから1枚、例えば1枚で作ってくれって言ったら1万円ぐらいかかっちゃうのよ。わかる？きついじゃん。5000円の T シャツ売るために俺が1万円とかかけるの嫌じゃん。そう。正直な話、原価いくらなんですか？ご想像にお任せします。じゃあ、まあ、こういうのも全部話してあげよう。ちょっと待ってね。原価、見積もり原価、84,390 円。要は、この T シャツだけで10万近くかかるのよ。きついでしょ。だから、その、天下さんが今欲しいって言われても、5000円で販売できるのは、その、なんつう、きついでしょ。そう。だから、本当に原価高くしてる、うん。見積もり書ちゃんと持ってて。84,390 円、うん、いやいやそういうもんよ、うん、だからその安い T シャツ2000円とか1500円で売ってる人っていうのは、あの生地とかプリント方法とかをそのダメなプリントしてる。だからお店で販売してるような いいやつを作ってる。正直ユニクロとかの T シャツよりも物はいいやつ使ってる。これは T シャツ自体は。だから高いでしょ。だからこのその1個5000円で売るためにその84000円とかかけられないよって話。いい生地はね、あの分厚い、この生地、この生地の倍ぐらいの厚みだった。でここの T シャツの部分がよれない、その伸縮性の厚手のやつ。あ、いや、まとめて投げちゃって。そう、みんなが再販、ある程度その10枚20枚30枚っていう個数が必要の。要は15万ぐらいの採算が合うっていう風に考えたら、なんとか発注はかけられやすい。そうそうそう、最低20枚。うん。ありがとう、妖怪さん、ありがとう。うん。で、20枚で、まあ、ちょい儲かるって、2万、3万儲かる、俺が。っていう感じ。洗ってすぐダメになるやつだと結局着れないで飾り用になっちゃうし、高いのはしょうがない。そう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 、それが嫌だったの。普段も着てもらいたいなと思って、記念品だから。おう。であと背中にサイン入れるコーナー作ろうかなと思って、ちょっと背中にその今回名前入れられない人とかメッセージ書いてっていう人いると思うから、背中にちょっとそのなんつうの、かっこよくその白塗りのベタの部分作って、四角とかじゃなくてこう模様を描いて、そこに俺がサイン書けるようにしようと思ってる。メッセージとかマジックね。そんな感じかな。だグッズとかも結構大変なんで、今便利なサイトあるけどね、すずりとか1枚こう1枚ずつ作ってくれるサイトとかもできてきたけど、そういうのはねやっぱ量産型だからね、生地とか選べないんだよね、こだわれない。
でもなんかこう生主やって T シャツ作るのは夢だったから、ゆっくりゆっくりステッカーもできて、あー宝箱ありがとう、ロビー宝箱ありがとう、ありがとう、すごい、ありがとうございます。なんで今日こんな、なんなの今日、すごいアイテムいただけるんだけど、ありがとうございます、頑張ります。なんでこんな、今日なんかあった、給料入ったの、すげえな、ありがとうございます、ロビーありがとう。どうした今日、バブリーだねみんな。宝箱ありがとうございます。スズリはプリンターだから、そう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 、そのあの制作方法が違うんだよね。いや今日ありがたいね、1時間でこんなにアイテムもらうとは思わなかったよ、ありがとうみんな、ロビーありがとう。何度見てもすごい。でもなんかさ、花火よりももっと豪華なエフェクトにしてほしかったよね。今日20万いくのかな一枠で。一枠の最高記録は俺はね、この前の7万8、あ、じゃあ、一枠は5万円か6万円が最高金額。一枠で10万超えたことはないね。1時間で5000円を稼ぐ男すげえな、つって。ありがたいよね。時給今、いくら？花火、大花火が1個1000円だから、1万1000円だって。ありがとうございます。高級キャバ嬢みたいなね。で、そうそうそう。で、ここで、皆さん、肩に和道って入れるかどうか。と、背中に俺のシルエット入れるかどうか。この2つ。今考えてるのは、まあまあ俺のステッカー見たらわかるけど、俺のカラフルカラーじゃなくて、こういう感じで顔入れるかどうかで迷ってる。こういうなんつうの、シルエットっつうの、こういう感じでその顔を入れるかどうかで迷ってる。前は入れない、前に俺の顔は入れない、前はのんちゃんのそのデザインがいいから。背中に例えばこれ顔半分に、ここに名前をブワーって書いていくか、こっち側にパッパパッパパッパパーって書いていくかって、こういうその和道とかこういうデザインいるっていうのが聞きたかった。できれば肩に入れてほしい。反対が高くなる肩に和道でも入れたいよね。コストかける？肩に入れるか、じゃあ分かった、これで2万プラスだよ、入れよ、分かった、いいや、もう儲け度外視でいこう儲け度外視でいこう。肩に和道って文字だけでいいの？入れるか肩に和道入れるね。じゃあ祭りだもんね、みんなのユニフォームみたいなもんだもんね。文字で和道でいいの？そかり両方はやだ両方は半2つかかるから片方だけで、ね、左肩でいい。いや俺も着るもん、だって俺も放送の時に着るから左肩で OK。 左肩に和道の文字で、縦に入れるよ、和道で、うん、OK。 左肩に和道ね、左肩。背中の顔みんなでデザイン考えるの楽しいよね。背中にシルエット、こういうのいるか。俺はこっちの顔アップの方で、新しく撮影した方あるじゃん、あれのこういうのを入れた方がいいのかな、背中にバーンって思ってるんだけど。入れ墨の話じゃない、 T シャツ、和道 T シャツを作るの。正直ね、デザインの部分はデザイン俺がやるから、デザイン代はかかってないの。
だからプリント代だけなのね今回。だからデザインはこだわれるよ。ただそのプリントする箇所が増えたり色が増えると値段が跳ね上がるって覚えておいてもらったらいい。だからここに1個入れるのだけで2万かかるの。だからみんな全面プリントだけか後面プリントだけでしょ。ユニクロの T シャツってさ、一色インクの色は1個で背中か前にだけしかプリントしないでしょ。あれはそういうこと、半大を抑えてんの。だから背中と前にあって高級生地使ってるから、あのまあ高くなるっていう。で肩だから 3パン使ってんのね。普通の T シャツよりもいいものができますね。おありがとう。お風呂行ってくるの？その格好で行くの？それを近所の徘徊おばさんだからちゃんとしなさいよ。いくら近所だっつっても、そのパジャマでお銭湯行くのやめて。水風呂？飲んじゃ水風呂大好きなんだ。背中に和道はどうなの？いらないの？顔いる？いらない？まあサウナ入った後の水風呂すげえ気持ちいいよ。俺あの年取ってから知ったんだよね、水風呂入れなかったけど。顔怖いっていうか、まあこういう顔が入る。背中お任せ。だからちょっとパンクミスフィッツ T シャツとかみたいなイメージでやりたいんだよね。ミスフィッツっていうそのバンドの T シャツすげえ有名なんだけど、こういうイメージで俺の顔が入るみたいな。でここに半分顔半分だけにして、こう名前がバーってスペシャルサンクスってみんなの名前が入る。これ見たことあるでしょ、ミスフィッツの T シャツ。結構有名なデザインだよね。あのパンクの人は結構着てる。だからちょっと怖い系にはなるよね。こういう系にはなる。微妙。かっこいいと思うんだけどな。見たことあるでしょ。いや尋常じゃない豪華仕様だよ。後ろは白だね。黒地に白プリント。背中は赤だと多分潰れちゃうから見づらくなるから、全面は赤。はい、ナベッチいらっしゃい。なんでその背中にこういうのを入れたいのかっていうのは理由があって、これくらいあるとこういうところにサインが入れられるの。多分リスナーさんにサイン欲しいって言われるから、 T シャツにここにバーって書いてあげられるじゃん、こうあのイベント終わりとか。こういうデザインにしたらね、マジックで書ける場所ができるっていうのがいいんだよね俺の中で。全面白でもかっこいいかな。赤より白の方がいいかな。だからこれは高いんだよね、白と赤が入ってるから。姿全面がいい、顔だけじゃなくて全身がいい。俺的にはこれをああいう加工にしようと思ってる。素材の写真は今回これにしようと思ってるね。これをさっきみたいに白黒加工してやろうと思ってる。だサイズはどれくらいかわかんないけど、この写真が背中に入るかどうかだね。あった方がいいかない、みんなが着るかんね。まあでもスーパーでお買い物とか行きづらくなるよ。
普段着仕様ではなくなるけどね。こう俺の白黒のこういうやつが入って背中にバーって名前が入ってるみたいな、みんなの。それが背中、うん、だから捨て頃の会場でみんな着ないとダメだよそれ。だからあっていう後ろ指刺されるんだよ。うわっワドリスナーだって言われるんだよ。ワドリスナーって言われるんだよ。いじられるんだよ会場で。前も白の方が目立つか。前白で行こうか。両方とも白で行くわ。やっぱり両方とも白で行く、うん、会場にすぐ分かるようにするわ。胸張ってきる？ありがとう。え、ロビー来るの？ロビー捨て頃来んの？捨て頃来る？会えるの？会場で。オフ会場所どうするかだよな。あとな、オフ会の場所、あのキャスバーが潰れるから。あーそうなの、チケットは手に入ったの？チケットは持ってんの？多分ね、2時間ぐらい前に並んでたら絶対来れるレベルだよ。キャスバーね、閉店のお知らせツイッターで告知、今月末で終わりだって。キャスバーなくなる。はい、おかえり。チケット持ってるんだ、絶対来ないとダメだよ。絶対来た方がいいよ。何があっても来た方がいいよ。あ、もちろんメッセージは入れてあげられるよ。この限定品に限っては全然入れてあげる、全然入れてあげる。てか俺何気にステッカーとかも全然サイン書いてるよ。あの求められたらステッカー郵送販売の時にあのサインくださいって言われたら必ず書いてる。全然書いてあげるよ、任せて。ありがとう、みーたん花火ありがとう、頑張るね。ありがとう、みーたんありがとう、花火。いや、何今日は。何、お小遣い入ったのみんな。今日バブリーだな、和道放送。何今日。なんでこんな飛ぶの今日。
なんでみんなこんなに花火くれるの。セコンド陣 T シャツ着用当たり前でしょ。それそうでしょ、うん、ロハコさんと、そっかロハコさんも着てもらうから XL 必要なのか。ロハコさんと鮫島さんには俺からプレゼントで渡そう。さすがになんかギャラとか払えないから、これは記念で受け取ってくださいってやっていいよね、うん、いやめちゃめちゃ嬉しい。最近だって今月さ全然飛ばねえんだもん。今月全然もらえなかったからすげえ嬉しい。鮫島さんはまあダボっと来て XS だと思うけど S 来てもらうわ。ね、問題なのは別にサイズがでかい分にはかっこいいと思うの。ダボダボ着てもこういうデザイン、バンドとかイベント用ってダボダボ着てもかっこいいと思ってんの。だからありだと思うんだけど、なんつうのかな、小さいのはピタピタはちょっとね、体作ってる人じゃないとダサいから。そう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 、入らない方が、そう、そっちの方が問題なんだよ。女の人でもダボっと着てかっこいいと思うよ。少しワンサイズ大きめでも全然ありだと思う。普通のサイズじゃなくていいんだよ。だからバンドライブハウスとか行くとさ、みんなダボダボ着てるよ、ラフな感じで。ただ規格外のその XXL とか無理。もうなんつうの、生地の単価が高くなって半のサイズが変わるのよ。要は T シャツの幅が変わるから半のサイズ変わっちゃうから、デザインがすげえ困るの。だからもう XL が限界だね。そう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 、ライブの時は大きめ全然ありだよ。だからまあライブの物販みたいなもんだから、これは。捨て頃もやっぱ5000円だったもんね。捨て頃 T シャツも便所太郎さん値段見てみっか。多分ね、捨て頃5000円じゃないと採算合わないはずなんだよ。みんないくらぐらいで売ってんだろう。リサーチしよう。本当はね6800円ぐらい取りたい俺は。俺個人としては6800円取りたい。それだったらね15枚ぐらい売ったらプラマイゼロになるから。初花火だったの？ありがとう、みーたん。嬉しいよ。ありがとうね、みーたん。便所さんの T シャツ。セメンプリントかな？背面プリントだね。捨て頃。これもプリントアウトしっかりやってるね。これが XL だって。これが多分 XL なんだよ。で、背面プリントのみだと思う、これは。だね、これで多分ね65000円ぐらいかかってるはず。この T シャツ作るのに65000円ぐらいかかってる。これいいよね、捨て頃って。これ多分2も発売するんだと思うけど、いいね。転写シルクプリントじゃない、版使って転写する俺は。わかるわかる。でもリスナー的にやっぱりさ、みんながみんな金持ってるわけじゃないから、やっぱ5000円前後っていうか5000円以内にしてくれっていうのがもう前から言われてたことだから。 T シャツ販売するよ、リスナーさんの名前入り T シャツ。もし名前、俺のことフォローしてくれてる人は名前載せるんで、名前載せてって言って、今のところ70人ぐらいが名前載りますよ。花火の数で、ここがね、ファンタスティック花火枠。この大きさ。これグレート花火枠。これ花火一発でここ。だから、私投げてるから文字大きくしてよって言ってくれても全然いいよ。前投げたじゃんとか。で、無料枠ここ。ライブティーはね、だから3000円とかで売ってるのはヨレヨレ。お嬢入れていいの？はいはい。お嬢入れるよ。お嬢。コピー。お嬢、名前ダブったら嫌だから、前入れた人はやめてよ。名前2つあるわって。じゃあ、みーたんの横に入れるよ。お嬢。
お嬢、お嬢ありがとう。フォロワー限定ね。お嬢、うん。T シャツのメーカーは、元のメーカーは、ユナイテッドアスレって書いてあるね。ユナイテッドアスレ。はいはい、ワタツ。風船ありがとう。うん。ユナイテッドアスレ。いい T シャツらしいよ。これが、うちで取り扱ってる最高級品だって言われた。いいの？実際、セリカさん。ユナイテッドアスレっていうメーカーで、これ、めちゃめちゃいいですよって言われてた。ユナイテッドアスレ。どうなの？ TT サイトがわかんねえな。これが一番いいやつだって言われた。うん。あ、了解。わかった。ふわまるさんね。ありがとう。ふわまるさん、ありがとう。名前はじゃんじゃん100名ぐらい載せたいなと思ってるからありがたいよ。ふわまるさん、ひらがなでふわまる、ふわまる、ふわまると、ふわまるさんありがとう。ふわまるさん入ったよ、ここに。まなさんいらっしゃい。そのメーカーで売ってたんだ。いいやつでしょ、悪くないやつでしょ。カオス、そのメーカーで売ってたってことは悪くないでしょ。大丈夫でしょ。いいよね。うん、いいって言われたもん。実際物見て触ったけど良かったもん。ここが太いよね、縁の部分がね、よれない厚手の生地で、でこだわりで綿100のやつにしたから、綿 100% で高いやつ。あ、いいよいいよ。花火投げてない人でも別に構わないの、名前は載せられるの。ただ花火を投げてくれたら文字でっかくしますよっていう約束でやってんの、うん、そう。だからこれはね、長谷友ロビーノンラブ一郎 T シャツって呼ばれてるからこれはもうあれだろうって、お前の T シャツじゃないだろうって言われてるもん。そう、堂々とこうバーンって目立つよ。多分その中でも最高級品だと思う。ユナイテッドアスレの最高級のやつだって。一番高いやつって言われた。うん。まあ全然いいよ、まだ。納品がね、今月末に提出したら間に合うって言われたから。全然 OK、全然 OK。匿名のリスナーさんでも載せてあげるから、嫌よでもし T シャツに名前刻みたい人は184で書いてください。でみんなの思い出になるじゃん、うん、T シャツ着てたらさ、オフ会とかやった時にさ、あー何々さんもういなくなったねとかさあー何々さん最近見てないねとかさ、うん、名前が花火薬、え、みーたん、花火投げてる人でも小さいでかい選んでもらってるから自己申告してもらってる。ここが無料の大きさで、ミータンは無料枠の方になったけど、この前花火何発投げたか、ここは花火1発の大きさ、ここが花火5発の大きさで、花火10発以上ここ、うん、だからどこ花火枠に入れてって言ってくれたらサイズ変更するよ、文字の。花火投げてる、何発投げたか言って。じゃあともっち、オッケーオッケー、ともっちどの辺って言って。はい、よし、ともっち移動します。ともっちどこ、ともっち言って。一発投げた、オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、お嬢とこっち入れるよ。ちょっと待ってね。じゃ卵味噌も花火投げてるからねでかい方がいいっつって。18、ともっちをまず18に入れるね。18、ともっち。で、お嬢もじゃあ花火薬に入れるよ。お嬢。なんかね、なんつうの、花火投げてるけど、無料枠がいいっていう人もいるから困っちゃうんだよ。これもう自己申告でお願いしますね。ともっち。ここにお嬢入れるよ。OK。お嬢18と。OK。OK。
ちょっと待って待って待って。いや、だから、そう、これ、毎回説明してるじゃん。綿飴は結構投げてる？何発投げてる？綿飴言って自己申告して。綿飴は、ここが1発、5発以上投げてたらここ。10発以上投げてたらここ。うん。いいよ、いいよ、全然。どこ行く？綿飴。そんなあってよ。別に嫌がる悪いあれでやってるわけじゃないよ。投げてる人でも無料枠がいいっていう人もいるから。綿飴どこ？言って。ここは目立っ、なんで言ってくんねえんだよ。どこ？綿飴。一発枠、五発枠。混み合ってきたね。オッケー。じゃあ、だってみんなが何発投げてるか俺覚えてないよ、そんなに。自己申告して。だから、そう、花火投げてる人でもここ嫌だっていう人もいるから困るんだって自分で言ってよ。なんでそこを言わないのよ。俺意地悪でやってるわけじゃないから。うん。そう、人数多いから言って。綿飴どこにすればいいの？人によるから困っちゃうんだって。綿飴どこ？お前は投げてねえわ。文字潰れないよ、大丈夫だよ。あの、これは仮のデザインだから、あの、かっこよく配置するから。俺が無料枠でも全然いいよ。ちょっと待って、綿飴5発以上投げてる。はいよ、 OK。 じゃあここにするよ、綿飴。ありがとうね。 OK、 綿飴。はい、綿飴。ミノムシさんの隣、36。これあくまでイメージ図だからね。36。ハートありがとう。ゆさんね。はい、ゆさん。ゆさん名前入れるよ。ゆ。ゆってなんだよってなるよ。ゆ。ここに入ったから、ゆさん。オッケー。ゆ。オッケー。俺のことフォローしてくれてたら誰でも載せるっていう。フォロワー限定。ツイッター、YouTube、ふわっちの3点。要はワドリスだよっていうこと。だ、背中にだってワドリスっていうのを名乗るようなもんだからね、これ。うん、もちろん入れるよ。うん。妖怪さん入れる？妖怪さん入ってなかったっけ？だからいつもの顔ぶれでしょ？この名前見てみると。名前見たら、ああ、いつものメンバーじゃんってわかるじゃん。ほら。にゃことか、としさん、かずさん、かるんさん、きんちょーるとか、みつげ、みのむし、いちろう、はつともロビーとか。だから、ワドリス T シャツでもあるから。いつものメンバーばっかりじゃん。大丈夫？ OK。じゃあ、妖怪さん入れるね。妖怪さん。フォローしてるね。妖怪さんフォローしてるよね。妖怪と。妖怪。これで OK？ 妖怪さん入ったよ。OK？いや、だから、私はじゃなくて、フォロワー全員入れるじゃなくて、自己申告制だから。はいはい、ツイッターもフォローよろしく。OK だね。お前が嫌いさんいらっしゃい。勘ぐらないでとか、初見だろ、俺にとっては。あ、団子さん了解。団子さんね、全然いつも書いてくれてる。フォロワー限定なんでフォローよろしくね。 T シャツ名前入れる人は、あとフォロー外す予定の人はいらない。団子、フォロー外すような輩は俺いらないから、背負いたくないから。一応リスナーさんと一緒にリングインするっていうコンセプトだから。 OK、 だいぶ良くなってきた。あ、ありがとう、トモさん。え、トモさん入ってなかったっけ？俺入ってると思ってたんだけど。うん。ヒロさん風船ありがとう。トモさん入ってなかったっけ？あれ？入ってなかったっけ？トモさん。前入れた覚えない？トモさん。あれ？ないな。トモさん。トモさん入ってると思ってたわ。オッケー。じゃあトモさん入れるよ。ありがとう。トモ。オッケー。申告しなかった？はいはい。じゃあ、トモさん入れました。オッケー。
ッケー。あ、全然いいよ、全然いいよ。フォローしてて応援したくて、捨て頃一緒にリングインしたい人は、フォロワーだったら誰でも載せるよ。うん、ありがとう、こちらこそ。一緒にリング上がりましょう。はいよ、フクロウさん了解。フクロウさんね、最近コメント書いてくれるもんね。あ、でも今日やってよかったね。名前入れそびれるところだった。最近のリスナーさんも入れたいよね。フクロウさん、カタカナで、フクロウ。フクロウさん、はい。OK。フクロウさん了解。うん、はいはい、マリンちゃんね。マリンちゃん。マリン。オッケー、マリンちゃん、カタカナでマリンちゃん。オッケー、だいぶこれかっこいい T シャツになるんじゃん。文字ブワーって入るね。あ、いいよ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 。あの、別にツイッターの方は捨てアカで別名前でも全然 OK。 ふわっちの名前を入れるから、うん、ねえ、たまたまね、運が良かったね、うん、こういうの楽しいじゃん。なんかみんなの名前がブワーって入ってる T シャツとか好きだから。私は花火枠、花火何発投げてるから何発にしてって自己申告してもらってる。ここが花火、まあ1発とか投げてる人で、ここが5発投げてるで、ここはもう、あの、ここはあれだから、花火師枠だから10発以上余裕で投げてるぜっていう、その強気の人はこっちお願いします。ああ、俺はあれだからっつって窓食わせてるからっていう、あの、もうここはもう堂々たる、もう、あの、重課金者枠だから、ここは。で、ここは、まあ、俗に言う、あの、なんつうの。まあまあ、そこそこ投げてますよっていう。で、ここは一発以上投げてますよって。で、無課金。どこがいい？あ、OK。ミータンね。ミータン、ミータン、ミータン。よし。ちょっと待って。ミータン。移動します。ミータンがどこにいる？ミータン、ここだ。ミータンが、これをコピーして、ほいと。お嬢の隣にミータン、サイズ変更しよう。18からミータンが、これあくまでも目安だからね。文字の大きさをこれくらいにするよってことだから、この順番にならないから、ランダムでブーワーって貼り付けるから、作るの大変、うん、ブーワーってごちゃごちゃにするから、デザインは俺に任せて。これはあくまでリストだから。 OK、後でクレーム言わないでよ。うん。あ、とんでもない。こちらこそありがとう。ありがとうね。そうそう、マトリックスみたいにブワーって大きい文字、小さい文字とかブワーって貼り付いてる感じ。だから、上の方がいいとか真ん中がいいとか下がいいとかやめてよ。OK。みんなで一緒にやってきたの。楽しみだね。袋ありがとう、フクロウさん。あ、フクロウありがとうじゃない、風船ありがとう。色はね、背中は白にしようかなっていうのと、前面を赤にしようか白にしようか迷ってんだよね。白黒で統一した方がいいのか、赤入れた方がいいのか。ちょっと迷ってる。でも、もうここまで行くんだったらぶっ飛んで予算かけようかな。どうしよう。ちょっと赤はね、いや、黒地に赤だから目立たないと思うよ。黒に赤だと目立たない。背中は目立つと思うんだけど、全面白の方が目立つと思う。黒に赤はね、多分あの埋もれると思うんだよね。いや、ワンポイントで赤をやっちゃうと半台がもう一個かかるから、値段が上がるの、2万上がるの。いいよ、みんなが、いや、私8000円で買うよって言うんだったらいいよ。いくらでも豪華にフルカラーでやってあげるよ。いくらでも金かけてあげるよ。でもみんなが5000円以下に抑えろって言うから、販売価格を。俺は別にいいよ、いくらでも買ってくれんだったらいくらでもやるぜ、うん、そう、あの、簡単に言うと、全面に2色使うと2万プラスされていくの、色が増えるたんび。だから前だけ赤一面だったら別に値段変わんないの。
大変よ。あ、そうだよね、赤黒白がかっこいいよね。確かに色味は俺のこの髪の毛の色よ。簡単に言うと普通の赤。うん、今の構想っていうのは前面ね、前はこれで、これが多分赤で入る、ここにこういう感じ。 OK、 この黒の部分が赤で入るの。黒地に赤でボン、これがこれのりこのデザインで、文字はどっかに赤種空間って入る、前面に赤種空間で、肩に白で和道って入る、ここに左肩に和道って入るのね。和道で背中にリスナーさんの名前がスペシャルサンクスって言って、背中にブワーってリスナーさんの名前入るんだけど、そこに俺の顔を入れるかどうかなんだよ。うん、で多分俺の顔が入る、うん、のんちゃんのデザインやばいよね。何着作るかは30着ぐらい作ろうかなと思ってる。ただ履けるかどうかが問題、買う人が全然、今のところ買ってくれるって言ってくれてるのがね、9着、俺の、これが入る。ちょっと待って、背中にはシルエットでこの写真がテンプレプリントされる予定。背中にはこれこの写真の、この写真覚えておいて。この俺の顔が背中にボーンって入って、で、こういう加工をする。こういう単色の加工をする。二階調化って言うんだけど、これが入る。うん、背中には。っていうのが今の構想。OK?OK。あ、大丈夫。潰れないようなデザインにするから。大丈夫だよ。まあ30着限定だな。そうだね、スーパーにお買い物には行けない T シャツだね。あの近所がざわつく T シャツだよ。よりメッティではないです。よりメッティって言わないでください。リスナーさんの名前を入れたいっていうのがミソなんだよね、俺の中では。なんか昔さ、バンドやってた頃、パンクのさ、ジャケットってみんな思い、パンク、メロコアとか聞いてた人がわかるけど、CD の一番後ろに、スペシャルサンクスって言って名前がいっぱい入ってたの。ジャケットに。ジャケットの一番裏とかに。あれをやりたかったんだよね。ふわっちの名前入れる？うん。なんか商標利用とか通報とかうざそうだからやめといたんだけど。なんかアンチのそういううざいので企画潰れたら嫌だから俺は入れたいよふわっちの名前、うん、いやーいいよ英語ではわかるでしょ、あのノリね。バンド T シャツっていうか、だから俺の中ではライブ T シャツっていうか限定グッズで行きたいんだよね。リスナーさんの名前入ってんの見たことないでしょ。思い出になるじゃん。
この人たちに支えられてやってきましたよっていう。いい感じに仕上がると嬉しいな。今日気持ちよかったな、散歩したら。猫もゴロンゴロンしてて、いい季節だよ東京は。今日30度あった。いや、それがね、今日ぐっすり寝たんだよね。20時間ぐらい寝たよ。夢をずっと見ててさ。通販でも買えますよ、はい、在庫がある限りは。在庫がある限りは名前入りを売るつもり。背中の名前入ってないやつになっちゃうかもしれない、再販は。なんでかっていうと、私も名前入れてよって言われるじゃん。そうすると販売がね、2万3万ってまた上乗せになるから。いや、5万払ってくれるって言うんだったら作るけどめんどくさいじゃん。だから名前入りのはその限定品、早いもん勝ち。さすがに50着作る勇気ねえわ俺は。在庫抱えるのやだわ。そこまで在庫抱えたくない。予算がかかりすぎる。よく寝たね。ありがとう、マリンさん、花火ありがとう、頑張ります。そうそう、 T シャツにリスナーさんの名前入れるっていう企画をずっとやってた。でそれの打ち合わせが終わって、実現までもう少しって感じ。ありがとね、マリンさん。もちろんね、会場だけで売ったら買えない人もいるから。自分たち雑談たぬき掲示板一同よりフォローしてるよ俺のこと。なんか捨てアカとか嫌なんだけど、あのなんか応援してくれてる人の名前背負いたくて。別に俺、雑談たぬき掲示板一同よりが俺のリスナーだっていう認識ないから無理やだ。お前に応援されたこと俺一回もないから無理です。はい。フォローもしてないやつを俺はリスナーだと思ってないから。うん。あの、嫌です。お前を背負ってリスナー、あの、お前を背負ってリングインする気ないです。ごめんね。そりゃそうでしょ。フォローしてないやつになんで俺が背負わないといけないんだよ。嫌だ。リスナーは選びます。むしろ雑談たぬき掲示板一同なんて俺知ったこっちゃうよ。そんな嫌がらせしかされてねえんだから。嫌です。それはどうなのってなるぞ全然感謝の気持ちないよ。スペシャルサンクス感ないよ俺の中で。やだよな、ふざけんなよって話だよ。
いやダメだよ、うん、普段応援してないやつにあの私リスナーですけどなんかでかいつらさせたくない、うん、負のパワーを背負ってリングイン、やだ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 、あの負のパワー一つもいらない。ていうかカレー王入れた？カレー王入ってたっけ？カレー王入ってる？カレー王入ってるよね、大丈夫だよね。カレー王は背負いたいよね。カレー王入ってなかったらダメでしょ。カレー王入ってたっけ？入ってるよね、大丈夫だよね。カレー王、カレー王、カッカッカッカ、カレー王、カレー王、カレー王。え、カレーを入ってない？カレーを入ってない？は？裏切り者でしょ。カレーをいない？カレー王がいなくね？裏切り者でしょ。カレー王どこ？カレー王は？あれ？カレー王は？ちょっとカレー王いないの？カレー王あれ？カレーを入れてなかったっけ？申告してない？あれ？カレーを。カレーを入れた記憶があったけど、ないな。ダメでしょ。カレーを強制。カレーをは強制です。あの、入れます。はい。カレーをと。カレーを。はい、カレーを。はい。カレーを入りました。いや、だって、入ってなかったんだもん。聞いてないよ、そんなの。カレーを強制。あれカレーを入ってなかったんだ。勝手に入れました。カレーをは無理やりリングインさせます。はい、ワダツーユーさんいらっしゃい。お疲れ。わがままに作るよ。自分が着たい T シャツ作る。あのね、なんかね、俺ね思うんだけど、あのこれ前からのこだわりで、グッズグッズって言ってるけど本人が着てなかったりすると俺嫌なの。なんかそれって違くないっていうのがあって、俺が普段着るものを作りたいの。じゃないと意味がないと。俺が身につけたいものをグッズにしないと意味ないじゃん。共有したいわけじゃん、ファンは。だから普段着れるやつを作る。天気いいな。のりこお風呂行っちゃったな。受注生産って何？あ、違う違う、受注生産じゃないよ。あの無理。2は人体模型やめるのね。え？人体模型やめる？なんだろう、リスナーが何言ってるのか分かんないんだよね。5年も配信やってるけど、なんでこんな会話が不自由なんだろう。あ、いや、あれ着てくよ。あ、はいはいはい、ユニフォームあれ着るよ。あれの上に T シャツ着て、でリングインしてバッて客席に投げ込んで誰も拾わないっていうギャグをやろうかなっていう。うわーって投げて、さーってこうリスナーが、うわー、ない、汚いってなるっていう。それはやっぱ絵として欲しいじゃん。誰もわーって拾わないっていう、なんか避けられるっていう。
で T シャツが床にポトンと落ちるっていう、うん、いやそれは絶対やるべきでしょ、人笑い取れるでしょそれで。いやマジで拾われないと思うよ、うん、普通はキャーで欲しいってなるじゃん、ならないっていう、うん、いらねえよっていう顔されるっていうね、うん、人体模型コスであれだって高いよ、上下で3万以上かかってるもん、で靴とか全部入れたら10万ぐらいだよ装備、さすがにユニフォームチェンジは無理だよ、捨て頃の服だろ、あれは高かったんだから、あれプロ格闘家とかが着てるメーカーだよ、まああれを着てるやつはいな見たことないけどあれかっこよくない、でもあのユニフォームあれすげえ好きなんだけど、てか入るかな、着てみる、なんか太ったから入らなそうなんだけど大丈夫かな、ちょっとユニフォーム着てみよう、不安になってきたわ、うわ懐かしい、1年ぶりだよ、1年ぶり全然着てねえかんな、入るかな、これだろ、入るか、なんで下か暴れんの、こんなに怖くないよ大丈夫だよ、坂とペコが暴れてるわ、増量してよ、だって今人生で一番太ってるもん、体重75だよ俺、75まで上げたから、だって直樹兄さんが80キロ以上なんだもん、相当今体重上げたよ、だから顔が痩せたように見えたりとか締まったように見えるのって運動してるからだよ、めちゃめちゃ太ったから、これ以上上げたら動けないけどね、うん、だって身長180超えだよ直樹兄さんって、本当は組んじゃいけない相手だよ体重的には、入るな大丈夫だ、うわ夏、いいね、いいね、変わったね、よし、これ戦います、入る入る、懐かしいな、うん、これ総合格闘技のウェアだから、68キロから7キロ増量した、68キロから7キロ増量した、人生で今一番体重重い、太もももパッツンパツンだもん、ジーパン、身長180、ドレさんより多分タッパはでかい、で、体重も80キロ以上だから多分重量だけで言ったらドレさんぐらいだね、ハルさんってハルさん、金梅さんの元カノハルさん、一回2丁目で飲んだことあるけど、うん、向こう覚えてるかどうか分かんないけど、一回2丁目で飲んだよ、オカマバーで、あ本当に、はいはいはい、綺麗な人だったよ、大丈夫だな、切れるな、腹が気になるけど大丈夫だね、酔っ払ってたからね、だいぶ酔っ払ってたから、
すごい綺麗な人だったよ。金梅さん羨ましいよね。エキゾチックなお姉さんだったよ。エキゾチックな。はいはい、テミワとツーバーガーありがとう。さっき六本木ヒルズで飲んでたんだ。ハブリーな。おい、赤さん風船30個ありがとう。ありがとう。みんなわだつ。なんかお出かけしたいな。お出かけがしたいよ。お出かけが。なんか東京からプラーっと行って遊べるところないかな。お出かけしたい。いやーなんか、もうね、なんかね、年なのかね、なんつうの、本屋に行っても、どこに行っても欲しいものがないんだよ。で、退屈で退屈でしょうがないんだよね。そう、なんか、なんつうんだろう、もう、ダメだな。最近の幸せ、電波少年見てんのが一番幸せだよ。どこでもいい。アウトドアってやったことがないんだよね。だから、バーベキューって俺経験がない。バーベキューは、一回ぐらいしか経験がないし、なんつうんだっけ、キャンプとかテントとかやったことないから憧れるんだよね。千葉の海って石拾うの。真夜中に。この時間に。あ、千葉の海、犬吠埼とか行って、ラブホに泊まろうかな。のりこが車出してくれるように車を持ってきてくれたんだけど、富士の塚なる、え、何富、え、何これ、な、何富士、え、何塚って何面白いの、なるこ坂、ん、何これ富士塚って何、お、富士山が見える、何面白いのあー、すごいすごいすごい、何これ、へー、15日で20万稼いだ。まあ、はい。でも、俺これ表示したの失敗だと思ってて、俺ぶっちゃけた話、この3ヶ月間で一番悪いからね。なんかね、やっぱね、こんだけ稼いでるんならいいや、みたいになってるの。多分。だから今日嬉しいよ、花火飛びまくってて。だって俺とあれだよ、20万多分10日ぐらいで行くもん。最近悲しいよね、花火が全然飛ばなくなっちゃったんだよ。表示するの良くないのかな、やめりゃよかったな。100万まであとね、80万6000だぜ。うん、いやでもまあ20万前後だったらもう1年半ずっと稼いでるよ俺。じゃあね、今月100万稼ぎたいんだよ、俺、たくみ。ずっと言ってるけど。100万なんだよ、あくまで目標は。俺の目標は100。昼は暑すぎるから、この時間帯の方がいい。大鹿村の山奥。鹿の角落ちてる。何それ、大鹿村って。大鹿村っていうのがあんの？大鹿村。え、どこにあんの大鹿村。大鹿村は長野。へえ。
100万行きたいんだよ。100万、行くか行かないかじゃないよ、できるかできないかじゃないんだよ、やるかやらないかなんだよ。ありがとう、大花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あざーす、見えてきたぜ。バースデーまでに折り返しは行きたかったけどな。バースデーまでに50万行ってたら絶対行ってたよね。もうあとはとんでもない大金持ちが現れるのを待つだけだよ。大鹿村って有名なの？大鹿村、大鹿村どう有名なの？大鹿村って、うん、何が有名なの？うわーいいじゃん、うわいいじゃん、大鹿村。何これ、え、日本にこんなところあんの？え、何これ、え、これこれすげえ。山で穴掘ったら骨が出てきて、警察来て調べたら鹿の骨だったくそ面白い村じゃん。大鹿村行きてー、何これ、え、大鹿村めちゃめちゃいいじゃん。電波あんのかこれ絶対ないでしょ。大鹿村いいね。ただ電波ないでしょ大鹿村、多分無理でしょこれ。あるの電波、山に阻まれてるけど無理だろ。素敵だね、2年住んでたんだ、ヒッピー村だ。じゃあヒッピー多そうだよね、いいとこ住んでたじゃん。いいなここ。温泉もあるし宿もあるの。いいな。秘境だね秘境。電波はどうなの？カオス。Wi-Fi の電波がないと、遠出して Wi-Fi の電波がないとき本当にへこむっつうか、怒りすら覚えるんだよね。俺何しに来たんだみたいな。電波が弱いとそわ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 するんだよ。電波のないところは行きたくないんだよね。山涼しいだろうね。コーヒー。まあ動画班だから、あの YouTuber のいいところはさ、動画で撮影できるところがいいよな。動画班羨ましいよ。最近顎がずれるんだよね。顎関節症みたいなんだよね。山歩いて山越して 3000m 以上あっちに行ける。秩父の格闘技は、うん、まああれだけど、なんか違う、もっとなんか遊びたいんだよなんかドラマが欲しいの、遊びたいの。あ、大山マスタツがこもってたところとかいいじゃん、それ良くない？片前をそれを下ろして山ごもりしてたところとかいいじゃん。そういうなんか V 取りに行くのいいかもね。うん、山梨だ。
極真空手の人こもるんだ。道着かっこいいよな。あ、名前飛んじゃったんだ。ツイキャスはやってないよ俺。ツイキャス嫌いだもん。配信とは別にそういうところで動画撮って編集するのはどう？好きそう。いや動画大変よ。5分の動画1個作んのにさ、5時間6時間平気でかかるのよ。だから俺は向いてない。やだ、生放送が好きだわ。手軽でなんか好きなんだけど、作るの病むの。すげえ。だから格闘技の動画も何本か作ったけど、それだけでもすげえ病んだもん。しかも再生数も伸びないし食えないしさ。いや厳しいよ、厳しい。動画厳しい。ありがとうクラッカー、ありがとうふわまるさん、ありがとうね。厳しいよ。うん、俺はライブをそのまま垂れ流す方が好きで、本当はコメントすら拾わないで24時間監視カメラみたいな感じで俺の日常を勝手に垂れ流すっていう方がなんか俺のイメージ、最初の初期のコンセプトに近かったかな。ひたすら垂れ流す、うん、俺はでも動画うまいよ。正直言うと編集能力めちゃめちゃ高いから下手じゃないよ俺。ずっと動画制作やってたし。ただ生放送の方がなんかこう自由にやって自由に稼ぐっていうライフスタイルに近いと思ってて、俺はこっちの方が合ってるね。肌にはこっちの方が好き。なんかこうなんつうのかな、遊びながら稼ぐっていうのが好きなんだよね。安っ、タイ安いな。安っタイ、マジで。そう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 、趣味程度に変身するっていう。 YouTube も YouTube で伸ばさないといけないと思ってるんだけど、やっぱり主戦場はこっちだよね俺の中では。主戦場はこっち。おい、もちわたつ、動画もバズるとすごいけど、今は難しいと思うよ。もう動画が多すぎるっていうか、 YouTuber が多すぎると思ってて、昔はさリスナーが多くて YouTuber がもう本当数人しかいなかったから美味しかったんだけど、ともさんは立つ。今はねもう動画が溢れてる状態だから。だしなんか YouTuber 大して面白いことやってないのにさバズるから腹立つんだよね。バイスとか面白かったけどな。バイスって今でもやってんのかな。ああいう番組は作りたかったな、バイスみたいな。YouTuber 子供向けだよね。全然面白くないよね。体も大して張らないしさ。サスケ好きだったけどね俺。サスケでしょ。伊藤さん、田中さん、なんでお願いしますよでしょ。サスケ、知ってるんだ。もち
あれ、ワンワンが東京にいる。荒野の家にワンワンいるね。なんでワンワンがいるの、荒野の家に。顔見るだけで笑わせてくるから、顔が面白いからな、ワンワン。荒野とワンワン結婚しねえかな。いや、荒野の家にワンワンがいるよ。ってことは新宿にいるんだ。すげえ顔だよな。なんでこん、何この顔。うん、あー、天丼で笑ってたよね。うん、え、俺別にあの田中さんのところで別に笑わないけど、うん、俺やっぱ天ぷらのところが一番面白かったと思うけどね。自分の飼ってた犬が天ぷらになるシーンは、あれは松本人志だなっていう。分かってるわっていう、もうオーソドックスな一番テンプレートな笑いだよ。ショーン。はい、こんばんは、解放。風船ありがとう、ともさん、ありがとう。どっか行きてえな。なんか東京から近郊でどっか遊び行くところないかな。ていうか、鮫島さん全然配信やってねえよな。電波ないからね。パスポート持ってない。パスポートで作れんのかな。もう執行猶予明けだから海外出れるのか。行きてえな、海外。海外行きたい。え、鮫島さん働くの？嘘、駒込に天然温泉あんの？え、鮫島さんバンなの？なんでこんなバンになるの？うん、外人に膝入れたのは執行猶予じゃないよ。あれは略式裁判で罰金刑。外人に膝入れたやつは、詐欺、詐欺が4年だったから執行猶予。うん、働く、いや、もう鮫島さん今年引退するっていうのは毎年言ってるよ。配信外でも言ってる。うん、あ、そうなんだ、いいじゃん。弾丸塾エントリーしたんだ。いや、もう執行猶予明けたから自由の身ではあるんだよ。長いよ4年は。執行猶予4年は長かったよ。まあそんだけ重罪だったってことだろうな。いや、あのね、詐欺事件って今ほぼほぼ実刑で重たいの。だから執行猶予つくっていうのがまずないの。あの法律が改正されてから。まあ、利用されたとしてもね、被害者からしたらたまったもんじゃないかんね。何も残ってないどころか、俺はなんか人助けをしたつもりだったんだけどね。水着でルンバに乗るのが見たい。ルンバ？お掃除ロボット？あー、それ面白いね。解放のね。ルンバクラッシュするでしょ。うん、
え、何が A なの、うん、日本語正しく書いて A って言われても分かんないんだけど。風船ありがとう、たかしちゃん。ありがとう。ルンバが悲鳴あげるっていう。海宝ハワイデビュー。海外ロケやりたいな、海外ロケ。夜中って飛行機飛んでないよね。ハートプレゼントありがとう、あやちゃん。え、夜中って飛行機飛んでんの？マジで？飛んでるの？え、じゃあ今からどっか行くことってできるの？今から北海道とか行けんの？あ、今ぐらいが最終便か。へえ。助けたつもりがなんで詐欺になるの？なんで長くなるな。友達が仕事営業マンがいないから助けてって言って、で手伝ったらそれが詐欺事件だったっていう、うん、国内線は無理か。ルンバ2台は面白いなルンバ2台は面白いな、うん、ルンバ2台ってそれは面白いね。営業マンですね、もともと。もともと営業マンです。現場で学びました。あと本読みました。はい。営業やりまくってましたよ。太郎丸さん、クラッカーありがとう。ありがとう。いや、操縦できるものじゃないから。操縦は無理だよ、解放。操縦はできないよ。っていうか、ワンワン東京にいるんならワンワンだからみたいな。大手企業では勤めたことない。あ、でもね、勤めてたベンチャーの会社がすげえでかくなってた。びっくりした。従業員数とか5倍ぐらいになってた、うん、すげえベンチャー、ドベンチャーだったんだけど、すごかったね。俺が勤めてた時、アルバイト30人の正社員5、6人ぐらいのベンチャーだったのがすげえでかくなってて、みたいな。会社移転してて、まあ、やり手だったかな、社長さんが。めちゃめちゃ優秀だったんだよ。もともとなんか、金融商品の、営業マン出身で、うん、すごかったの。で、22歳で支店長になるっていう、超とんでもない出世コースに行った人なの。荒野の家に行きたいな。てか、荒野、家、ね、俺も招待してほしいのに。いや、俺とワンワンが絡んだら絶対、揉めるからね。でワンワンとどっか行こうかな。のりこもいるかな。でも今ワンワンの弁当の動画最高だよね、あれ。あともう一つ知ってる、あの後五光が差して天使になるワンワン知ってる？ワンワンが天使って呼ばれ始めたのが、あの弁当食ってさ、腹デローンってこうやってやるじゃん。そしたらね、カーテンの隙間から光が差し込んでくるの、太陽ので、ワンワンを光の中に包まれていって、で動画加工職人がそこにね、アメージングレイスをね、かぶせるんだよ。すごい面白いよ。弁当こんなになりながら、こんなになってパンツ丸出しで寝てたら、アーメージングレイスってゆっくりゆっくりワンワンが光の中に包まれてくの。めちゃめちゃ面白かった、あれは。あとワンワンがお母さんがこうコロ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 って、あの回収するのも面白かった。いや多分ね、ワンワンがね、ヘラってね、いっぱいあるんだよ。そういうワンワンが酒飲んで泥酔して神会が起こるっていう動画いっぱいあるんだけど、ワンワンが消すんだよ、あいつバカだから。うん、いやあれは面白かったな。ワンワン天使とかで出てくんのかな。あれ腹抱えて笑ったもんな。ワンワン天使、
ワンワン天使じゃ出てこないかな。ニコ生ワンワン、いやあれは笑ったよな。あれ残ってんのかな。ないな。光ないな。残ってないな。なんで消すんだよあんな面白いの。ここ、いやワンワンは普通に面白いでしょ。天才の一人だからね。なんであんな面白いの消すんだろうな。バカだよな。ワンワン将棋だったら面白くない。くっそ面白くないよ。ワンワンは酔えば酔うほど面白くなんだよ。ありがとう、パフェありがとう。カイホありがとね。ワンワンはライバルだったからね、一時期。全く狙ってないよ。本当にただただ酒癖が悪いんだよ。あ、これ見せていいのかな。絶対内緒にするワンワンに。絶対、これまずいよな。いや、もうクソ面白いワンワンの写真持ってるんだけど、無理だよ。みんなに見せてあげたいクソ面白い写真俺持ってんだよ、俺が撮ったやつ。いや、いや、バンになりたくないからやめるわこれ。多分ワンワンが通報するから、ワンワンが通報したら一発バンだからこれ。いやいや無理だと思う。アンチが鳩飛ばすから絶対無理だと思う。やめとこう。すっげえ笑える。もうニコ生でこれやる、これなんつうの、キャプるたんびに爆笑が起こるっていう。あ、やめとく、やめとく、バンになるこれは。それくらいの破壊力あるからワンワンの写真は。これ見せて、これ見せたい。どうしよう、どうしよっかな。一瞬だけツイッターに貼る。一瞬だけツイッターに貼って、一瞬だけツイッターに貼ってすぐ撤退するっていうの、どう、どう。今一瞬だけツイッターに貼るから、それで1分後に消すっていうの、どう。それでいい、俺のツイッターに貼るっていう感じでいい。それ、その作戦だったらバンにならないから、それでいくか。ちょっと待って、一瞬だけだよ。で、ワンワンに言うなよ。ここでは無理。ここでは無理。あの、俺がバンになる。行くよ。行くよ。ツイッターにあげるよ。一瞬だけだよ。OK？ 一分だけ、一分だけ限定であげるよ。ちょっと待ってね。それにしよう。本当はキャプりたいんだけどな。ワンワンが自分の面白さを分かってねえからな。じゃあ行くよ。一瞬だけだよ。行くよ。はい、待ってね。はいはい、みんな見に行ってきて。はい、あと1分だよ、あと1分。今だよ、今ツイッター見てきな。1分だけ、1分だけ、あと50秒。あと50秒。本当に汚ねえ女だよな。これが初対面かな。これ初対面かな、俺。汚ねえっつって。いや、これはダメだよっつうか。オッケー。もういい、もう消していい、もうもうもう早くしないとワンワンが怒るから。これ俺生で見せられたんだよ、きついだろ。うん。これ消しますよ。54321、はい、削除。これね、ワンワン怒るんだよね、これ晒すと。もう一個、もう一個あるんだよ。で、これだけじゃないんだよね、もう一個あるんだよね。めちゃめちゃテンション下がるでしょ。めちゃめちゃテンション下がるでしょ。キャスバーじゃない、カラオケ。これはこれはね、エセアカと柏木と俺とワンワンかな。いや、こういう女なんだよワンワンは。こういう女なの。下品なんだ。ひたすら汚いんだ。うん、うん、
ったねえよな、すごい破壊力だよね。はい、ゆうこさんこんばんは、風船ありがとう。いや、また開くなとかじゃないんだよ、なんか汚れだよね。日本人の言う汚れの概念って あの画像に全部詰まってんのよ。汚いとかじゃない、汚れ汚れザ汚れ、でもっと汚いのあれ持ってるんだよ、見たい、怖いもの見たさで。もう一個もっとワンワンが怒るやつがあるの、もう一個あるんだよ、見たい見たい、もう一個あれには続きがあるの、あれで気分悪くなったって、あれジャブだから。え、見たいの、でもワンワン怒るからな、アップロードする。いやマジで汚いどころのレベルじゃないよ、ちょっと待って、じゃあもう画像検索するわ。マジか、本当に汚いよ、いいの、腹くくれるの、あれジャブだよ、で超ド級のストレートくるよ。ちょっと待って、じゃあ探すよ。マジか、お前らも、いや本当にご飯食べてる人、いやバンにはならないよ、ツイッターにあげるから、ワンワンに言わないでよ、ワンワン怒るから。ワン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 、ちょっと待ってね、ワンワンは吐くね、吐くか吐かないかで言ったら吐くから、次のやつはあの見ない方がいい、俺も見たくないやつ、本当にご飯食べてる時とか、あのなんかあの PTSD になる可能性高いから、本当に。ちょっと待って、消しちゃったよ、どこだったっけな、ちょっと待ってね、ワンワンいつ頃あったっけ、これ2年ぐらい前の画像だもんな。ワンワン、お菓子食べてるなら絶対ダメ、あの汚れだから、ただの。ちょっと待って、ワンワンの画像探すからね。ワン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 、あれワンワンどこだ、ワンワン、いや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 、見たらわかるよ、ああ嘘じゃねえわって汚れだわこれってなるよ。キラキラとか映ってるって何、キラキラって何、マーライオン、マーライオン、いやいやいや、そういうのじゃない、キラ、あ、キラキラってそういうことじゃない、もっと汚いそれよりはるかに汚い、だから BTSD になるレベルだって。さっきのはだからギリギリ見せられるやつだもん、今度のは見せられないやつだもん、だから一緒、あの精神病院に入院する覚悟がある画像だよ、覚悟がある人だけ見ていい画像だよ。あれないな、ワンワンどこだ、あれワンワンあったのいつだっけ、ちょっと待って、いや全然キラキラなんてそんな綺麗なもんじゃないよ、もっとはるかに、もっとはるかに何か汚いものだよ、見てはいけないものだよ、見てはいけないもの。あれワンワンと絡んだのは何年だったかな、バーやってたっけ、あれどこだ、出てこないんだよね画像が。え、ワンワン、あ、そうだ、バーやってたんだ、この辺か、バーやってた時に石野と絡んで、石野がいて水着撮影会、エミさんと絡んで、ちょっと待ってね、画像が出てこない、桃奈々と会ったからこの辺な気がする、この辺、キューちゃん牧師、ラッパーのエースさん、川崎洋平、ちょっと待ってね、
いや、コレクションいっぱいあるよ。写真大好きだから。よっさん、あった、あった。え、本当にいいの？本当に見るの？きついよ。いいの？あったよ。行く？あ、アップロードする？準備 OK？ みんな。あったよ、あったよ。エチケット袋必要だよ、必須だよ。OK？ 確保はできてる、OK。じゃあ1分だけよ。5、4、3、2、1、ツイート。はい、1分間どうぞ。1分間です。1分間お楽しみください。きたね、マジで。マジでこれ女じゃないでしょ、本当に。最終的には私じゃない、嘘つきって言われたかな、俺。グロだよ。グロくない？いや、水虫ワンワンだから。いや、水虫ワンワンだよ。ひどいでしょ。20代そこそこで水虫なんだよ、あいつ。なんか扁平足だし。水虫。きついだろ。もうツイート削除するよ。 OK？ 5、4、3、2、1、さようなら。はい、ツイート削除。いや、すごいでしょ。 PTSD になるでしょ、うん、きついよな。これがワンワンだよ。これが世界のワンワンだよ。あまりワンワンを舐めない方がいいよ。世界のワンワンだから。いや、だから風呂入らないんじゃないの。あとワンワンがお店で働いてた時の写真とかあったのがクソ面白かったんだけど、あれもう残ってねえな。ワンワンのこれ持ってたんだけど。もう腹抱えて笑ったもんな、ワンワンのこれ。そう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 。で、その話が2点3点してすげえ面白かったんだよ。指が腐りかけるのは水虫じゃないんじゃない？じゃあ、いや、あんまり言うとあれだから、かわいそうだからあれなんだけど、もうやめよ、もうやめよ。いや、ワンワンの話によると写真提供だけしたっていうオチになったね。働いてねえっていうことになって、写真は提供したっていうところで一応落としどころがついてる。うん、そんなことってあるの？写真提供だけするとかあんの？聞いたことないけど、明らかに宣材写真だったんだけど。最終的だよ。本当はそんな写真ないとか、そんなのはないって言い張ってたんだけど、あの、もう特定班が全力で特定して、そう。で、報告をいただいて、完全にワンワンで、最終的には本人だっていうことは認めたんだけど、ただあれは素材提供しただけだった。うん。アイボンって何？アイボン？いや、ワンワンは逸材だよ、本当に。いや、特定班すごかったよ。いや、特定班もほら、のんちゃんも特定班だし、鮫島さんも特定のプロじゃん。話聞いてるとやっぱえぐいよ、特定班。あ、目の正常してきたわ。あ、大事だね。一流の特定中は24時間寝ないでパソコンの前でひたすら Google ストリートビューだって。
で過去のツイッターの写真とかを全部ダウンロードして、看板とかあるじゃん、あれをもう、あとねマンホールとかも全部拡大して、このエリアにしかないマンホールとかあるんだって。マンホールと電柱と、で最終的にはもう瞳に映ってる何か拡大して瞳から検索するとか、そういうレベル、うん、写真提供あるの、うん、CIA とか、いやいや本当にね、あれで職業にしたらビジネスになると思うよ、探偵として。でもバッチリ、なんか壁の、床と壁のこの板あるじゃん、あれでわかるとかも言ってたよ、のりこは。だから鮫島さんと意気投合してたの、壁と床の接地面のここで不動産屋サイトにアクセスして物件をまず当たるんだって。その不動産屋のこの、なんつうの、うん、わかる、縁っていうのかな、ああいうのに全部特定できるって、うん、だからなんか特殊なねノウハウがある。あとはもう時間をかけてしらみつぶしだって言ってた。もうひったすら不動産屋サイトと Google ストリートビューと、もうあるところに山張るんだって。でもうひったすらやるんだって。いや鮫島さん、俺探偵やったら 100% いいと思ってんだけど。てか探偵ってめちゃめちゃ儲かるから、探偵やればいいのに、もったいないよね。これ鮫島さん探偵事務所に就職したらめちゃめちゃすごい探偵になると思うよ。米付きバッツさんいらっしゃい。職人レベルとかじゃないよ、もう本当に。で、あの意外と知らないかもしれないけど、探偵の9割方の仕事って何か知ってる？みんな探偵って何やるかっつったら浮気調査なんだよ、 95% ぐらい。だから依頼がかかったら、あの旦那さんか奥さんの、ラブホテルに入る写真を撮るだけなの。そうで、あとは盗聴器仕掛けるとかいろいろあるんだけど、極端な写真1枚が証拠、裁判の証拠になるから、その写真1枚あるかないかで数千万動くのね。だからあのその写真1枚の撮るためにお金200万とかつぎ込んでくれんの、探偵に。だからその写真1枚あればね、慰謝料ぶん取れるわけじゃん、慰謝料と生活ね、面倒見る金と。だから探偵は儲かるよ、やればいいのに。いや探偵はできるでしょ、犯罪歴あっても。探偵ってのは私立探偵だから免許いらないから、多分できるよ探偵は。鍵は分かんないな。探偵業はめちゃめちゃ儲かる、めちゃめちゃ儲かる。取るだけなら誰でもできそうっていうか、その要は誰でもできるんだけど、俺、例えば俺がのりこの取りたいってなったら俺が動いたらバレるじゃん、だから依頼するのよ、わかる。要は自分が貼ることができないじゃん、だからやるの。もうずっとだからあれだよ、ストーカーだよ、車でずっとつけて。探偵はどの、俺今探偵名乗ったら探偵できるよ。俺は笑う。俺は無理。友達がやってた探偵すごかったね、儲けてたね、めちゃめちゃギャラいいよって。一日の人気がだいたい5万とかもらえるから、で折半なんだよ事務所と。そうそうそう、不良がコンサル名乗るのと一緒っていうか、あれだよね、不良用語って面白いの。あの不良っていうか、あのヤクザに専門用語あって、フロント企業ができてからもう明らかにヤクザとか悪そうな人があの会社名乗っている時に、お仕事何ですかって聞いた時に、まず「あ」って「株関係ですね」って言ったら、株関係って意味わかんないの、あれは総会屋のことなの。覚えといた方がいいよ。不良が名乗る株関係っていうのは総会屋の話だから、あれで、あと金融って言ったら、あ金融業なんですかって言ったら金貸しを意味するのね、要は違法な金貸し。あと何があるかな、まあコンサルっていうのはまあまあネズミ講だよな。そうそうそう、いろいろあるんだよ、名称独占業じゃないやつね。
だあれ隠語だよ完全な隠語、うん、不動産屋っていうのは地上げ屋だよね不動産屋っていうのは地上げ屋の話だよそうそうそう不動産は地上げ、そう、うん、隠語だよ隠語、まあそうじゃないのもあるんだろうけど、うん、薬屋は言わないでしょ車屋はやらないね、うん、探偵業の業務に適正化に関する法律というのができて、実際の業務を行う場合は警察官経由で届けて、ああそうなんだ、今届けて必要なんだ、へえ。知らなかった。あ、のりこ帰ってきた。ボクサーで好きな選手は長谷川穂積、畠山。のんちゃんおかえり。長谷川穂積とか、そういう系が好きだね。のんちゃんカフェピー梅ちょうだい。具志堅さんのファイトスタイル荒々しいかんね。銭湯行ってたのんちゃん。具志堅さんすごいよ、見たことないでしょみんな具志堅さんの戦い。あ、一袋でいい。なんか具志堅さん超どう猛だからめちゃくちゃ強いよ。あの時代に13冠取ってるってすごいよねやっぱね。いや具志堅さんはえぐい、うん、いやああ見えて超どう猛だから、具志堅さんの試合見るやばいえぐいよ、見る、めちゃめちゃ強いから。冠鷲ってやばい、慶応州見てみようか、ちょっと待ってね、具志堅さんの慶応州めちゃめちゃ強いでしょ、ほらまだやるかんね、止めない限りもう全然行くから、めちゃめちゃ獰猛だから。知らない人多いんだよね意外とね、現役の頃の具志堅さん超強いよ。多分あの普通だったらアウトボクサーなんだよ、こんだけ腕長くてあのセーターが勝ったらゴリゴリのインファイターだから、やばい激しいでしょ、イメージと違うでしょ、しょっちゅうねーのおじさん、めちゃめちゃ強いから、超好戦的だから、13防衛かな、リングに立つとこうなる、うん、めちゃめちゃ強いよ。内藤大輔は結構トリッキーなファイターだよね、倒れても打つかんね、喧嘩だよ喧嘩、ここまで来たら。全然違うでしょイメージと。いやゴリ押しのインファイターだよ、うん、いや超獰猛だよ。冠鷲ってあのワシなんだけど超獰猛なワシなの、沖縄で語り継がれてる最強の
だからライオンみたいな意味でしょ。沖縄でカンムリワシって言ったらめちゃめちゃ強い動物だから、うん、ザ沖縄でしょ。沖縄の方言めちゃめちゃ使うじゃん。てか沖縄強いよボクシング。うわっ記憶飛んでるじゃん。いやファイトスタイルが荒々しすぎてついたリングネームね。しかも前の日とかセックスしまくるんだよね。性欲が半端じゃなかった。相手が倒れても行こうとするからね。もうだいぶおじいちゃんでしょ。しかもこの頃グローブ小さいはずなんだよね。グローブが極端に小さいでしょ。強すぎ。それは止めるわ。うん、というようなめちゃめちゃ強いファイターですよ。すごいでしょ。やっぱ世界チャンピオンクラスはやっぱ違うね。そうか、俺も沖縄の血流れてんのか。あばらがだいぶ良くなってきましたね。のんちゃんもう一袋ちょうだい。カメラ嫌い、弱い。ありがとう。照り焼きうまかった？微妙か。うん。親だけど畠山坂本戦が一番好きな試合だね。もう子供の頃見て泣ける、泣けるレベル。畠山坂本戦はあれはもうボクシングじゃない、すごいよ。畠山坂本戦はマジで感動する。そうだよ、アリボンバイエだよ。アーリーボンバイエ、アーリーボンバイエだよ。ハートプレゼントありがとう。見る？ハノエビボクシングの試合見に行ったら坂本、うわーすげーな坂本さん。坂本さんね、うん、かき食い見る？次枠で一緒に見る？ちょっと一回日付変わる前に枠閉じたい。感動するよ。昔は18ラウンドでボクシングのグローブ小さい
とか死者が出てたの、やりすぎて死人が出てたの、大怪我とか。だから単純にルール改正して死人が出ないようにしてるだけ。ストーリーも泣けるよね。いやー、そう、俺は梅、カクピー梅。いや、ゴロゴロ死んでたよ。いや、3分1ラウンドやるだけでさ、俺らこんなにへばるのに18ラウンドとかやらしてみなよ。だって元ベアナックルボクシング素手でやってたんだもん。いや、どん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 死者が出ないようにスポーツ化していったの。最初はただの喧嘩だから、素手でぶん殴り合わせてた、拳だけ使って。18ラウンドは普通に死ぬよ。素手素手。あー、かっこいいよね。要は当時日本最強と名高かった人だよね。要は僕は本物チャンピオンですよって意味だよね。坂本選手が世界戦負けてるんだよ。ねえ、本当は坂本の方が強いんじゃないかって言われてたの。それを観客席にいた坂本選手を僕やります逃げません。ゴロゴロしてお菓子よくネット三昧、それでいいのか。それが俺のガキの頃からの夢だったんだけど悪いっすか。剣道は0コンマ何秒で決まるからね。意識の読み合いだから気づかれはするよ。俺多分早死にしないと思うよ、ストレスないから。めちゃめちゃ長生きすると思う俺は。そんな気がする。金梅さんはね、今年1億稼ぐって言ってるからね、腐るほどあるでしょ。肋骨はちょっと不安があるな、今肋骨叩かれたら一発で女のパンチでも倒れる自信あるもん。女子供でも肋骨触れられたらやばいっていうか、ていうか動けないんだよね、でもやらないとな、もうな。しょうがない。金梅さんコミュ力高いからね、仲良くなるのうまいよ。でももうあと1ヶ月しかないかんな。
てかマジで行金さんってやらないからよかった、本当に超痛い、えぐいよ胸筋さんのフック、えぐい入り方したよ、えぐい入り方。胸筋さんね、あのそんなに強く打ってないはずなんだけどって言ってるけど、結構あのえぐく入ってるよ。苦しみ方尋常じゃないから、最後に見るか胸筋さんの戦い。立てなかったもんマジで。なんかヘタレとか嫌寝で倒れたんだろうとかドレスさんにも言われたの。嫌寝っつうのはあのもう勝てませんっつって、その要は俺がヘタレてもう無理っすっていう倒れ方だろうって言われたんだけど、いやいやいや違うよっつって。これ見たらわかるよ、これ最後に見よう。嫌寝じゃないよマジで、聞いてたんだよ、うん。あゆーありがとう。これあと思いっきり入ってるな、えぐいよこれは。腰も入ってるし、やっぱ鍛えてる人は強いよねパワーが。今のウィービング良かったね。胸筋さんの方が背が低いからダッキングできなかったんだよね。だから背の低い相手とは初めてやるんだよね、やりづらかった。だから胸筋さんの戦い方模倣すればいいんだよ俺が。これこれ、下から突き上げるフック、背高い人とばっかりやってたからさ、ショッピングライト気味になるよねやっぱワンツーも。これがもう前振りだったんだよな、次のパンチのこれの、今の一発目の方で測られてるんだよね、うん、右に合わせてんのこの後の右に、これだから右不用意にいきなりの右危ないんだこれ。パターン変えればよかったね。このフリッカーになる癖だけはやめないとな、全然向いてない。ついついねドレさんのフリッカーがかっこいいから真似しちゃいたくなるんだよね。これ無意識にやるのダメだね、フリッカーガード上げないとやられる。ビビってないから、これ変な呼吸してるでしょ。えーっつってるぞ。呼吸がおかしくなってるぞ。右の肺だけで呼吸できなかったんだ。えーっつって金梅さんみたいな。うん、これは立てねえよ。あばら直さないとやばいね。うん、治るかじゃなくて直さないと普通に狙ってくるから
痛いとかいうレベルじゃなかった本当に。なんかもう痛いのは次の日からで、なんだろう、肺が呼吸できなかったんだよね。うわーってなって、こっち側だけ止まったの。きつかったよ。もう来月っすね。いや飯は食いまくってるよ、うん、飯は。だからガードしっかりしないとね、ガード。まあでもあれはもうしょうがないと思ってるよ、うん、事故だよ事故。まあコルセット本当はした方がいいんだけどね。ハムさんこんばんは、お疲れっす。本当はやった方がいいよ。むしろやんなきゃダメだよねやっぱりね。のんちゃん出かけない？どっか。あばら行ってますね今。どっか遊び行かない？大敬遠。どっか行こうよ、どっか。カラオケ行く？そう、大敬遠ゴーカートあるんですよね。カラオケ行かない？カラオケ行こうよ。やだ、カラオケ行く？カラオケ行こう。ちょっと電話で確認しようよ、この前電話で予約できなかったから。カラオケ、カラオケいいっすか？久々カラオケパーリー。じゃあ今からカラオケに向かいます。一旦ね、今日枠12時来るんで閉めます。ありがとうございました、たくさんアイテム嬉しかったです。それじゃあ皆さんお疲れ様です。カラオケパーリーに向かいます。お疲れー、お疲れー。